石田三成が向かった先は大阪城、亡き豊臣秀吉の正室北の政所のもとですね。北の政所が三成に味方すれば世の勢力図が一変します。二人の接触を阻止してください。彼女を動かすなんて大事だけど、多分あの方の主張は簡潔だと思うよ。例えば七将は秀吉の喪中に天下を騒がせた、その首謀者は徳川家康だという感じかな。聡明な北の政所も一人の人間です。夫の死を軽んじられればいい気はしないでしょう。それともう一つ、周辺に三成の盟友大谷義次の姿があるようです。友として力を貸しに来たか。いや、彼の場合逆だと思うな。友として無茶を止めに来たんだよ。友であるのに相手の願いを砕くのか、難しいものだな。日向の予想が正しければ大谷義次と僕らの目的は一致している。それなら大谷義次さんに協力するしかないですよね。支度は万全、行ってまいります。三成の友大谷義次か。まずは彼のもとへ行ってみよう。予測によれば彼は北の船着き場に来ているようです。いや、三成、事を荒立ててどうするつもりだ。口は悪いが頭は切れる。君はそういう男だ。とにかく彼の無茶を止めなければ。まだ付近にいるとよいが。やはり三成を止めに動くようだね。なんとか彼らを引き合わせたいのだ。あれは門を開閉する装置ですかね。うまく使えば当選簿して行き先を誘導できるかも。近くで見てみようか。北側の橋に到着、本丸へ移動を開始します。順調だ。このまま本丸へ入り北の政所様に謁見する。三成は一目散に北の政所の元を目指すはず。例の装置で本丸への道を閉ざしましょう。その後三成と義次が会えるように道を開いていく。うん、作戦決定ですね。あの頑固者は存外重要。真摯に言って聞かせれば考えを改めるだろう。友の中言には耳を傾ける、そういう方かもしれないね。禁止ですよっと。本丸には行かせません。他にも本丸へ通じる道があるはずです。急いで閉じましょう。本丸への道は閉ざせたがな。繋がったよね。ええ、あとは2人の接触を待ちましょう。そこまでだ三成、少し頭を冷やせ。 なぜお前がここに。よし、これで目的は果たせましたね。あとは頼みますよ。任務が終わりました。君が大阪に来ていると聞いて駆けつけたのだ。まさかと思うが、北の政所様を巻き込むつもりか。家康を討ち取るのだ。北の政所様も納得なさるだろう。あの男は秀吉様を死に追いやったのだぞ。今家康様と争うなど無茶はよせ。そもそも秀吉様の死は誰のせいでもない。あれは病だ。病？そうか、そうであったな。だが確かに見たのだ。蝶があたりに。しばらくは大谷義次のところに身を置くことになるようですね。彼は家康とも親交があるから、きっとうまくことを取り継いでくれるよ。生死の範疇には戻せたということか。ですね。これにて一件落着というにはちょっとすっきりしませんよね。あの様子では三成は完全に正気に戻ったわけではないだろう。おそらく歴史改変の流れはまだ続く。技師石田三成襲撃事件の修正を確認。本丸に騎乗しましょう。君、そろそろ行きますよ。うん、分かったよ。大丈夫ですか？ああ、すまない。ありがとう。その腰の刀とても良いものであろう。その持ち主たる君も立派な義を心に抱いてそうだ。ならば私の都合に巻き込んではならない。早く仲間のもとに戻るといい。